空手の山田達之です。まだ始まったばかりですけど頑張ります。おす、芝園です。沖縄拳法空手菊の稽古会で練習してます。今日は余計なことを考えず、ただ今やるべきことをやる、それだけを考えております。よろしくお願いします。さあ菊野さん、第8試合冗談突きなし基本ルール始まりました、はい、このルールはどういったルールなんでしょう。冗談突きは禁止で、ボディは全力で打っていいですね。そして、押し出しが有効なルールです。なるほど、はい、さあこの体格差のある試合ですけども、はい、これはマッチメイクはどういった経緯で。いやーね、180センチ120キロとね、やるっていうのは非常にね難しいなと思って、はい、なんとかね、まだ彼がね、山田選手が1年だろうね、空手歴が、はい、だからそこでバランスを取って大丈夫な選手を選んだって感じですね。なるほど、体格と経験を、そうですね、うまくバランスで。さあこの柴田選手がこちらの赤い帯ですね。そして黒い帯が山田選手でございます。あ、青ですかね。あ、青の帯が山田選手でございます。うまくね、距離を取ってね。そうですよね、芝居選手はこれは距離を取って戦いたいですね。そうですね、やっぱね、120キロとまともに打ち合いたくないんでね。でもうまくね、パンチが当たらない距離でこう蹴りを当てて、山田選手は一歩前に前に行きたいですよね、うん、本当は。お、迫力がありますね。ダンプカーですよね。本当にこの体型の方が前に来たら怖いですもんね。怖い。よく柴田選手戦えますよ。やりますって言ってくれましたそうですね、菊の稽古会にも来られてるんですよね。柴田選手はこの蹴りがね、いいですよね。お、ただこの山田選手の一発一発が重い、うん、こうなると山田選手ね、やっぱね、すごいですね。そうですよね、飛ばされますね。転落ポイントですね。これで転落ポイント。このルールは2ポイント先取したら勝利です。なるほど、やはり芝生選手はやっぱり端に寄りたくはないですよね。はい、お、顔ですかね。あ、これ顔に当たってしまった。これは寸止めルールなんで、ね、あ、これはなしルールですね。寸止めも禁止です。なしですね。はい、ただこの芝生選手のローキックはいいですよね、うん、手数はね、柴井選手勝ってますよね、はい、お、今打ち返、うわ、すごい、押し返した。お、押し返した。ただ山田選手もしっかり押し返していく。攻められてる時こそ攻め返さないとね、はい、いいですね。お、ここで試合終了、はい、さあ観客判定でございます。さあこの体重差がね、どう観客判定になってるか。これはどうなるか、どっちを取った。これはどうだ、どちらともつけがたいか。審判もこれ一瞬で判断しないとダメなんで難しいですよね。さあ続きまして、お子さんの準備で子供判定ですね。高校生以下の方、高校生以下の方限定で上げてくださいよ。18歳以下で判定が決まります。どっちだ。お、後ろにもいますね。さあどうだ、勝者は白。子供判定で山田選手の勝利でございます。いや、やっぱりあの印象があったんですかね、あの押し出しが。そうですね、押し出しのポイントがもしかしたら判定に響いたかもしれないですね。ただ芝生選手もね、手数を止めずに、うん、よく前に前に来ましたね。いや、素晴らしかったですね。120キロ相手に本当ナイスファイトでした。お互いに素晴らしかった、いい試合でした。